10年ちょっとぐらいいるんですけど、まあ、記憶が正しければパフォーミングアーツで入学式の時にダンスとかパフォーマンスするのが入学してきた子たちに喜んでもらうためにこうパフォーマンスすること、その時首都圏に戻るの、大体参加したい人は覚えて入学式イベントってやるのね。で俺が知る限りそれしかない。でもそれもなんか 4,5 回ぐらいの練習で振りを覚えて入学式みんなもいたと思うけど、あの大きな会場でみんなでするっていうのがあったけど、まあ、今回は、ダンスでお芝居ということでございまして、より緻密にやっていくことになっております。楽しく生き生きしながらやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、先にですね台本をちょっと配るのでちょっと手伝って、はいはい、ちょっとだけ休憩してから、読んでいきましょうか。はい、はい、ちょっと待ってね。ここにいる者は誰しもそれを背負って生きています。その紋章に従えば人は罪を犯し生きていく生き物、誰にも人には言えないような罪があり、息をするように嘘をつきます。今手当てしますね。やめろ、俺は誰の世話にもなんで一人にしろ。ダメです、じっとして離せ。お願い、じっとして。エミリーは治療で回復する気がする。痛みが取れていく。これでよし。どうですか、具合は。いい感じ。よかった。おお、まさに戦場の女神。もう無理はなさらず。ふん、うるせえ、俺に殺すんじゃねえ、小娘。小娘じゃなくて、エミリー・タイヤ、医者です。どうも、私はマルガレータ・テレ、有能なサバイバーよ、よろしく。私はエマウッツ。お庭をカリカリするお仕事をしてるの。じゃあこの荘園も。そう、お手入れ大好きなの。うらうら喋ってる暇はないぞ。ハンターが決まった。まもなく試合開始だ。私たち女はおしゃべりが大好きなのね。くだらん、他にすることはないのか。そんなのいくらでもあるわよ。そうね、まずおしゃべりでしょ、それからおしゃべりでしょ、で、おしゃべりでしょ、あとおしゃべりでしょ、ほんでもっておしゃべり。おしゃべりばっかじゃん。女の子はね、ウサギみたいに寂しいと死んじゃうの。